まずはホークスの先発シーノがヤフオクドームのマウンドに上がります。さあライオンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。はい、里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、さあまず1球目、初球空振りです。2球目打ちました。ここはフライになっています。取ってツーアウトです。バッターボックス小野崎、ツーアウトになっています。この回の C の早くもツーアウト、まだ3球しか投げていません。そうですね、まあ理想的な投球と言えるでしょうね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。ボールになります。打ちました。今宮ジャンプ1番よく取りました。ファインプレー。この回ライオンズ3人で攻撃、ライオンズの攻撃。4番バッター中村、ホークス1点リードで迎える2回です。さあ1点を先制してのこの回の守備となりました。まあそうですね、ピッチャー陣はこの先制点を封印しないようにしたいですよね。なるほど、さあしっかりと守っていきたいところ。見逃して三振になります。まず1つアウトを取りました。バッターは DH 栗山、 C のまずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球打ち、センターへ打球伸びる。この打球はフライになっています。センター掴んでツーアウト。バッターボックス牧野、ツーアウトになっています。初球空振りです。落ちるボール空振り、ノーボールツーストライクです。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。バッターは7番に入っている増田、高橋大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコース決まってストライク。打った、レフトに強い打球、スタンドには届きません。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達、ランナー出塁しました。ワン、セカンドランナースタート、キャッチャー送球してセーフ、オールイン成功。さあこれで追加点がぐっと近づいてきました。いやー、これはよく走りましたよね。ナイススチールですね。これで犠牲フライでも OK ですよね。はい、さあこれはどうだ。高橋コーナー、ツーアウトになりました。ホークス1点追加します。スクイズを決めてきました。2対0になりました。ホークス2点リードとなりました。ご覧いただきましょう。序盤からスクイズを仕掛けてきました。そうですね、見事にはまったと思いますね。ここでスクイズが成功、1点を追加しています。